シンデレラチャンネル。今回は私、大島ひかりが MC を務めさせていただきます。ところで、今回は何をするんですかね。はい、視聴者の皆様、アイドルの自宅は気になりますか。気になる。ということは本日は誰かのお家に行けるということですね。そうなんです。今日はあの桜シンデレラの料理上手で有名な美輪はるかちゃんのお家に行きたいと思います。イエーイ。でも急に行ってもいない可能性とかありますよね。そうなんです。なので事前にハルリーがよくツイッターで料理の動画を最近上げてるんですけど、それを見てロールキャベツが食べたいと思ったので、今日はロールキャベツを食べに行くっていう約束をしてきました。ということは行ったら食べられるということで。絶対食べれます。もう最高ですね。はい。じゃあ早速はるかさんのお家に行ってみましょう。せーの。はい、到着しました。早速ピンポンしていきたいと思います。今日は撮影が入ります。はるかさんの部屋はいっぱい捜索させていただきたいと思います。本当ですか。本当です。本当ですか。はい、準備はいいですか。ダメです。準備いいです。いいそうです。お邪魔します。本当に本当に。さあ早速奥行きますか。あの、え、狭いですよ。入れますかね。わー、かわいい。かわいい。え、テレビでかくないですか。でかい。この距離感でこのテレビの大きさですか。開けない。生活感がありました。それよかった。人間らしいところがあってよかったです。本当にやっぱりお家の定番は水回りだと思うので。そうだ、そうだね、はい、ちょっとやめよう。ちょっとやめよう。お風呂を、アイドルのお風呂を見に行こう。そうだね、見に行こう。どこですか、お風呂。大丈夫かな。行きます。綺麗。行きますか、中も。お風呂入るか。入りましょう。これはお風呂入りたいですね。これは恒例のぬるぬるチェックをしないといけないやつ。しないでいいです。これ一番気が抜けてそうなやつを選びましょう。なくていいです。でもね、髪の毛が一本もない。あ、すごい。すごい。あ、完璧だ。ぬるぬるしてない、濡れてるけど。すごい。さっき入ってたから。え、さっきお風呂入った。あ、これはるかさんお風呂入りたてです。入りたてのお風呂です。やだ。いいですね。やだ。あ、一緒にお風呂入りたいと思います。狭いですね、二人で。羨ましいですね、これはきっと。お風呂は以上です。はい。すっごいハラハラするんだけど。冷蔵庫。あ、盲点でした、これは。ね、冷蔵庫見たい。いや、冷蔵庫やっぱお料理上手でね、売ってるはるかさんなんで。でもあれだよ、あのさ、マイケンさ、パンナコッタ食べたいってさ、言ってたから、パンナコッタ入ってる。えぇー、本当に作ってくれたんですか。パンナコッタ嬉しい。まあまずそれ以外にも確認させていただきましょう。なんか、え、すごい。嘘、タッパーとかにちゃんと片栗粉って書いてありますよ。やだ。え、見て見て、この何これ、キャベツ、これ何ですか。え、それ、あの、顔、あの、美容液。美容液。スケッチも入ってます。うわぁ、冷蔵庫に入れる派ですね。これ何ですか、これ。どんどん出しますよ、私。やだねー。パック？パックだ。すごい。お家でこんな冷え合わせ書くことあります？本当は、アラを探したいんです。何も入ってない。あ、ほんとだ。ピノだ。何味？これなんかね、ショットケーキ味。なんか、すごい、ミニ味。これ、なんか、イカフェミノ入ってる。え、食べてる。食べた。いいけど、マイケル、ピノ好きだもん。え、なんかもっと面白い、なんか見つけたいな。え、完璧すぎて。アイドルじゃないですか、完璧に。え、これがね、ショールームで配信するときに。あ、これ使ってる。え、すごい。一番よく使ってる。すごい。照明器具。すごい。すぐつくんですか？私たち、美しくしてください。はい、はい、わかりました。これに、これつけると思わなかった。ちょっと、運転じゃない、いや、違いますよ。ハンドルじゃない。違う。ホコリとか溜まってなかったですか。わ、明るい。どうですか、漏れてます。あ、え、色変わるんですか。どこで配信してるんですか、家の。なんか、この間多分この辺、ここら辺でしてたのかな。何これ、何これ、レコーディング。え、レコーディングするの。何これ、練習です。私、いや、あげれない。さすがにあげれない。あ、ベッド触っちゃった。あ、いいよ、別に。いいベッド、いいベッドですね。寝てみます。3人でね。あ、いいね。どうですか。じゃあ、私、奥行きましょう。絶対入んない、絶対入んない。わあ。あー、いいね。結
かさんどうぞ。入るんだね。入るんだね。結局入るんだね。はい、おやすみ。おやすみ。落ちる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 。何これ。いい感じですね。あ、いい寝心地でした。おはようございます。おはようございます。はるかさん、あ、出ました。もえさん、一緒にこれやりましょう。あ、いい？ではこれでちょっとここのキャッチも聞いちゃいましょうか。いや言えないですよ。言わないですよ。いくらですか。え、本当に？ちょっと待って、メガネこぼっちゃった。びっくりしすぎて。あのなんか反応がないんですけど。びっくりして、え。すごい。お母さん。すねかじってる。はい。すねかじってる。ママです。はい、ママです。次。引いて。はい。お腹すいて。あ、やちぎってお腹空いてきましたね。うん、それだ。この違和感。早速。はい。配信中です。なぜ本日あのこのような配信になっているかと言いますと、詳細は私たち YouTube 始めましたので、そちらで見ていただけます。イエーイ、皆さんコメントもありがとうございます。しばらく明るいできました。あ、それでは私たち大切な用事ができたので、バイバーイ。バイバーイ。登場しなかった。はい、できました。わー、はい、ちょっと似すぎた。あ、ごめんね。似すぎちゃった。食べていいですか。はい、怖い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 。私たちが食べるだけで。怖い怖い、味見してません。いただきます。いただきます。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。肉の味がしっかり、うん、結婚したいですね。結婚しよう。美味しい。結婚してくれるの？ちょっと私もすごい、本当に待って、本当に美味しい。あ、幸せ。これファンの人も食べれないんだよね。確かに。得意料理なんですか？得意料理、うん、そう、得意料理聞かれるんだけど困るんだよね。なんか大体のものを作ったことがある気がする。へぇ、こうやって来てくれたら作りがいがあるよね。なんか一人だと適当になるんですよ。これ絶対メンバーに羨ましがられますね。自慢しよう。私たち超幸せ。ファンの人にも自慢しよう。自慢しましょう。ごちそうさまでした。はい、美味しかった。完食しました。めっちゃ美味しかった。本当に幸せでしたね。お腹いっぱいになった。あんなこったは食べますか。食べたい。ここだけ固くできてるかわかりません。テレビ見ながら、わあわあ、超かわいいですよ。あんなこったもかわいいですね。あ、あ、おいしい。わあ、おいしい。幸せ。うわあ、よかったよかった。今日ね、もう本当に、うん、あのいじりに行こうってね。もう荒らしちゃうぞっていう気満々できたんですけど、グミ手つけていいのかなって恐縮しちゃいました。もっとでも、はるかさんはキャラ的にいじるとこ作らないと。ごめんなさい。髪の毛落としたことか。ね、そっか。完璧すぎたね。ごめん。完璧すぎました。得意なデザートとかありますか？ガトーショコラ。楽しみ。食べるの。え、ただの女子会動画だけど大丈夫かな。確かに。普通に私たち満喫しちゃいました。アイドル力の点数でもつけてみますか。せーの、198。わー、超えた。似てんどこ。私一つあるんですよ。何？はるかさんはやっぱりちょっとどっかドジしてほしかったなと思って。なるほど。ちょっと完璧すぎた。うん、本当に、うん、私はですね、はい、アイドル起こして、はい、普通に住みたいお家。確かに、うん、もっといじりたかったね。いや、抜け目ないな。ということで、突撃いや、はるかさんのお宅という感じの企画だったんですけれども、はい、私たちが楽しんじゃう感じになっちゃったということで、はい、この動画を見ていいなって思うことしかないと思うんですけれども、いいなと思ったらぜひグッドボタンを押してください。そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、また今 LINE アット登録してくださった皆さんにチェキ無料券をプレゼントしています。ライブ情報や特典情報も配信しています。
ツイッターもやっているのでそちらもぜひぜひチェックしてみてね。よろしくお願いします。バイバーイ。もうこれは定番ですからね。そうだね、聞いてみたいと思います、うん、え、本当ですか。家賃はいくらですか。1000円です。えー